夏にぴったりな新感覚スイーツがこちらのお店で食べられるようです。早速行ってみましょう。高知市帯屋町にある創作料理屋異国家では、ちょっと変わったかき氷が人気を集めています。一度食べたらやみつき、異国家でしか食べられないとファン続出のかき氷は、氷を削る機械や味付け方法が企業秘密なんです。その名も帯糸かき氷。幅1ミリほどと一般的なかき氷よりも細長く削られていて、滑らかな口どけが特徴です。緊急事態宣言下で売り上げが伸びない中、高知の暑い夏にぴったりな新商品を考えていた店長の穂積豊さん。そこで見つけたのが韓国の糸かき氷でした。糸かき氷って言われるように糸状のかき氷になってるんですけど、お客さんが言われるのが雲みたいっていうふわふわな感じがあるので。首都圏では話題沸騰中ですが、四国内ではまだ珍しい糸かき氷。レシピがない中で氷の削り方や味付けなど100以上の試作品を作り、やっと完成した自慢のスイーツです。この夏登場、ラムネの風味が爽やかな空色味をいただきました。さらふわ。氷が繊細でとても細かいので、ザクザクしたかき氷というよりはアイスクリームの食感に近いような感じです。人気の秘密は食感だけではありません。パカ、あー、断面が綺麗です。萌え断。何層にも重なった氷が作る断面は写真映え間違いなしですが、溶ける速度が速いため食感を楽しめるのはおよそ2分です。他にもかき氷には珍しいバニラ味など、全部で7種類のフレーバーが楽しめます。アミューズメント感というか楽しめるかき氷なので、ぜひそういう形で楽しみながら食べていただいたらと思います。異国家の営業時間は午前11時半から午後10時半までですが、かき氷の販売は午後3時からです。